さあ始めました、こんばんは。パワヒ強化、はい、ということで予告ゲームバランスの調整についてということで、8月下旬頃にゲームバランスの調整を予定しております。弾道パワーヒッターの調整や特殊能力プルヒッターの効果の調整、新特殊能力の追加を行いますということで、8月下旬にね調整されるみたいなので、その内容を見ていきましょう。まずは投手の新特能を追加、これに関してはマジで予想ができないので楽しみに待ちたいと思います。そして今回の本命、パワーヒッターの効果を調整します。強振時の打球速度を 1.5% 増加させます。強振時かつ芯から少し外れた場合の打球速度を 3% 増加させます。打球のスピン量を 27% 増加させます。まあ僕が一番気になったのは打球のスピン量を 27% 増加ですね。 27% って結構でかくて、急にねこんなにスピン量が上がるってことは、まあよっぽどねパワーヒッターが弱かったっていうのを、まあこんだけ一気に上げるっていうので、まあ証明してるんじゃないかなと思うんで、個人的には結構打感は変わるんじゃないかなと思います。で、特能プルヒの流し打ち時の打球速度 2% 増加ということで、パワーヒッターね2023年のグランドオープンの時にも確かね強化されたんですけど、まあ正直ねそれでもパワーヒッター使う人は全然増えてなくて、まあやっぱりねアーティスト、そして最近はねライドラがめちゃめちゃ強くて、もう正直ねリアタイはアーティストかライドラじゃなければいくらねパワーが高くても広角を持っていても使われない環境なので、このねパワーヒッターの強化っていうのはめちゃめちゃいい調整だと思います。アーティストは高角度高スピンの打球タイプ、パワーヒッターは高角度低スピンの打球タイプということで、まあ正直ね低スピンからスピン量を上げたら、まあ、高難度に戻るんじゃないかなっていう、そこら辺はねどういう違いになるのか分かんないんですけど、まあ個人的にはアーティストと高難度の間ぐらいの強さになれば一番いいかなと思うんで、スピン量がね上がることによって打感がねどれだけ変わるのかっていうのは、まあ、やってみないとね分かんないので、特にね打球速度とスピン量っていうところには注目してみたいなと思ってます。さあということで今日はオールパワーヒッター、ごめん1人だけパワーヒじゃないんですけど、6人パワーヒであと2人はね代打でパワーヒ出すんで、ほとんどパワーヒでいきます。そしてまずはポランコです。ポランコはねパワーヒプルヒなんで、プルヒも強化されるってことはもうねポランコの時代が来るということですよ。じゃないとねマジで困るんで、別にアーティストじゃねなくてもいいんですけど、まあ、やっぱねホームラン王が弱いっていうのはちょっと、おーまあでも今フルヒだったら 2% 上がるんで抜けてますね。はい、ちょっとホームラン王はねやっぱ使いたいですね。まあこれは広角あるんで抜けていきます。 OK、 まあ、やっぱねパワーヒはパワーヒでも広角あるかないかで結構違います。そしてベニーです。ベニーもね能力高いんでめちゃくちゃ期待できますね。まあ、特に外国人のパワーヒッターはね能力高くても使われないことがあったんで、まあ、カブレラとかね、松中さんもそうだし、松井さんもね、まあ、やっぱ、レジェンド選手が、いや、これだよな、これ。これ多分ね、評価されたら超えると思う。パワーヒッターってこういうもんなんですよ。逆方向のね、頭超えないんで、まあ、パワー90超えたら、あれもね、頭超えるんですけど、まあ、80代だと、あんま超えない印象ですね。いやー、ボール球。まあ、もしね、パワーヒッターが強化されて、まあ、どの程度ね、強化されるかわかんないんですけど、多分今までにね、ない大幅な強化だと思うんで、もしかしたら純正でね、今までライドラアーティストが全然いなくて、まあ、ロッテとかはね、ライドラもいるんですけど、まあ、やっぱパワーヒッターがね、めちゃくちゃ多い純正なんで、純正もね、結構環境がね、変わってくるかもしれません。まあ、正直ロッテは今井さん、福浦さん、高澤さんが、もう結構ね、3年ぐらい出ないんで、まあ、その選手をね持ってない人はパワーヒッターのねベニーとかボーリックとか、あとはリーかな、リーは確か高弾道だったと思うんだけど、結構ねプルヒパワーヒをね使ってる人が多いんで、もしねパワーヒが強化されれば純正のね環境も結構変わります。さあ2射目ですね。特能は出ません。いやーこれも超えないんだ、マジで弱いな。ただ今のが超えるようになれば結構使えますね。今日なんとねパワーヒッターがね強化されるっていう情報が入って、なんとねまあ現時点でもそうなんですけど、ツイッターのねトレンドがずっとパワーヒ強化っていうのがねトレンドに入ってるんですよね。なんでまあそれだけねみんなパワーヒッターの強化を待ち望んでいたんで、まあ、今回のゲームバランスの調整っていうのは、まあ、おそらく賞賛の声がねめちゃくちゃ多いかなと思います。まあ、正直ねアーティストは強いのはねわかるんですけど、ラインドライブがね強いっていうのは、まあ、今はねもう当たり前だったからそうなんですけど、別にまあ、打球はね、速いのはわかるんですけど、まあ、パワーがね、高いパワーヒッターの選手が、ゲーム的に全く使われないっていうのはね、
まあ、ちょっとどうなんだろうっていうのはね、ずっと思ってたんで、まあ、パワーヒッターが、これでね、日の目を浴びれれば、まあ、選手のね、査定とか、まあ、パワーヒかっていうのがなくなるんで、まあ、OB とかもね、パワーヒが来ても、お、パワーヒじゃんっていう、それになれば一番ね、今回のアップデートで大きいところですね。まあ、やっぱりね、OB とかね、強い OB 来ても、ライドラとかね、アーティストじゃなければ、使われないっていうのが、多分、この遺産的にもね、売り上げとかそういうところにも繋がるかなと思うんで、まあ、弱いのを普通、もしくはちょっと強いぐらいにしておけば、多分ね、デメリットはないので、まあ、パワーヒッターの強化めちゃめちゃ嬉しいですね。まあ、パワーヒ打線だからっていうわけでもないんですけど、全然打てません。さあ、ゲッツ。素晴らしい。まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱね、パワーヒが強化されたら、カブレラとかね、ミート82のパワー88なんで、普通にオーダー入りするぐらいの選手になるかもしれないですね。あと、山本浩二さんとかも広角あるんで強いし、まあ、現役だとね、牧さんとか、浅村選手とかもね、まあ、やっぱパワーヒだけど、パワーヒさえ強化されれば、まあ、守備もね、バランスいいんで、まあ、結構環境的にも大きく変わってきます、今回のアップデートは。まあ、あと、これは体感なんですけど、アウトコースが死ぬほど飛ばないので、そこはね、どうなるのかっていうのは、めちゃくちゃ楽しみです。よーし、OK。アーチライドラだとね、どうにかなるんだけど、パワーヒッターだったらね、あ、外投げとけばいいやっていう配球がね、結構多いんで、外投げても超えるような、外野の頭を超えるような、スピン量とかね、打球速度になれば、まあ、もちろんね、パワーヒッター使ってないのが使われるんだったら、まあ、環境ぶっ壊れるんじゃないかなと思うけど、まあ、それだったらね、多分ライドラアーチの方がさすがにまだ強いと思うんで、そんなにね、環境ぶっ壊れっていうわけではないと思う。いやー、素晴らしい。危ねえ。さあ、暴力行きましょう。広角持ってます。まあ、なので、全体的に見た、能力アップっていうよりは、まあ、弱者を救うアップデートですね。オッケー。まあ、今までだと、アーチライドラ2強ですが、アーチライドラプラス、パワーヒッターぐらいの強さになれば、めちゃくちゃ嬉しい。まあ、里崎さんはね、確か高弾道なんですけど、まあ、里崎セレクションね、仮想の里崎セレクションで、もう俺もライドラにしてくれって言ってたんで、いいね。アウトかい。まあ、本当にね、OB 選手でさえ、ロスピをね、やってる人は、もうね、ライドラアーチのね、環境が強いっていうのは分かってるんで、まあでも、ちなみに里崎さんは高難度なので、パワーヒッターが強化されても、まあ、おそらくね、強化はされません。それは残念だね。なので、里崎さんもせめてパワーヒッターになってほしい。よし、OK。まあ、正直、高弾道とパワーヒッターの違いは全くわかりません。スピン量的にはね、高弾道の方が多いんですけど、高弾道だからといって強いっていう感じたことはないですね。まあ、基準としては、特能出てない時に引っ張って頭を超えるか、で、特能出てる時に流して、外野の頭を超えるか、まあ、この二つがね、大事かなと思うんで、まあ、そこさえ強くなってくれれば、別にね、逆方向にホームランを打てるぐらい強くしろってね、そういうわけではないんで、まあ、最低限ね、手当たりで使えるようになってくれれば、もう僕は大満足です。まあまあ、これは詰まったんでね、しゃあない。さあ、広角出ました。まあ、パワーヒッターはね、結構技術が問われるんで、今までだとアウトコースはあえて詰まらせて落としたりとか、ライン際に落としたりとか、そういうね、技術がいるんで、普通に捉えて頭を超えるぐらいに強くなれば嬉しい。そうだね、パワー91。これで、多分頭を超えると思うんだけどな。個人的な基準としてはパワー90超えたら頭を超えます。いや、うまっ。パワーヒッターのね、強化自体のアップデートは8月の下旬って書いてあったんで、あと1ヶ月ぐらいあるんですけど、 OK。 まあ、8月下旬にするっていうね、アナウンスがね、1ヶ月前に出るっていうことは、まあ、結構ね、前々から準備してるっていうことだと思うんで、もうめちゃくちゃね、期待できますね。取れるよね。いや、アーチスト超えるんだよな。まあ、今のは多分、ベニーの守備範囲が狭いわけじゃなくて、フェンチョクだから取れなかったってことですよね。さあ、ショート。あー、ショートがいません。ショート。いや、ショートがいません。サード。いや、まずい。負けるぞ、これ。さあ、セカンド。まずい。まずすぎる。危ない。ショート。セカンド。え？
ナイスキャッチ素晴らしい。はい、ということで今日はね、パワーヒッター打線でやってきたんですけど、個人的には特能がね、出てない時引っ張ってガヤの頭を超える、特能が出てる時流してガヤの頭を超える。この二つがね、基準かなと思うんで、まあ、ぜひね、この二つをクリアして、パワーヒッターでもオーダーに入る環境になれば、パワーヒッター愛好家としてはめちゃくちゃ嬉しいので、まあ、ぜひね、8月下旬まで期待しながら待ちたいと思います。ということで、この動画やったらまた、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。